はい、今日の一品です。まずは大葉を4枚ほど洗って水を切っておきます。ここに砂糖大さじ1とお酢を大さじ3ですね。酸っぱさはお好みで調整してください。そして焼き海苔を半分細かく切ってお酢に混ぜておきます。そして大葉をくるくるっと丸めて細かく刻んでいきます。はい、これもボウルに移して、全体に混ぜたらこのまま置いておきます。そしてちくわを2本ですね。食感を変えるために輪切りと半分に切ったものと2種類ごま油で焼いていきます。はい、ごま油ごとボウルに一緒に移して完成です。冷えても美味しい焼き海苔と大葉のちくわ酢のもの、お弁当にどうぞ。